31日から4月10日までの11日間、桜の開花時期に合わせて多摩茂公園内の桜の馬場が夜間無料開放されました。これは牛虎櫓や天守閣を背景に、昼間とは一味違った味わいの夜桜を楽しんでもらおうと行われているものです。園内にはソメイヨシノやしだれ桜など76本の桜が植わっており、150個のぼんぼりの優しい光でライトアップされた白やピンクの桜はより一層美しく幻想的。また桜の馬場の入り口にさまざまな形の提灯がお目見え。これは1000年以上の伝統を持つさぬき提灯の魅力を多くの人に知ってもらおうと、香川大学の学生チームテラスのメンバーが作成したもので、提灯の醸し出す柔らかな明かりが訪れた人の目を楽しませていました。今年は4年ぶりに食事をしながらのお花見が解禁となり、多くの家族連れなどでにぎわいを見せた桜の馬場。この季節にしか見ることのできない美しい夜桜と提灯の明かりに癒されながら、訪れた人々は写真を撮るなど思い思いに今年の桜を楽しんでいました。